こんばんは、3月6日午後7時になりました、332回しゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけども、予想最高気温11度、まあ、さっきもねちょっと聞いたんですけどね、多分ね11度だった、想定通りだったそうですね。11.5 だそうですね、はい、0.5 度の違いだそうですね。はい、ということでね、今日はあの新聞、もう痛ましい事故、昨日ね、山の中にねヘリコプターおったんですけども、この入管にね乗ってますね、県防災ヘリ9人全員死亡、痛ましいですね。墜落事故、機体内6人収容とありますね。犠牲者収容国内最悪規模だそうですね。ということでね、本当に痛ましい事故でですね、今まで本当にたくさんの方々をね、あの救助した皆さんですのにね、自分たちが反対の立場になっちゃって本当に、無念だったと思いますね。本当にあの心からご冥福をお祈りしたいと思います。ということで、今日はですね、暗い気持ちで始まりましたけれども、今日はですね、松代小学校の教頭先生高山さんにおいでいただきました。高山さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。暗く始まっちゃったんですけど申し訳ありませんです。高山さん、そこでですね、その松代小学校なんですけれども、はい、松代小学校はあれ文部学校の校舎じゃないんですね。そうですね、今文部学校自体は、うん、校舎としては使ってないですね。うん、では写真見ていただいてよろしいでしょうかね。はい、はい、すいません。今写真ですが、これは文部学校であります、はい、こちらは今あの観光施設になってますので、うん、国の、 あの史跡になってますので、こちらであの授業をしているということは今はやっておりません。はい、昔やってたんですか。昔はね、昭和40年くらいまでは使っていたというふうに聞いております。幸せですね、こういうところで、はい、あのね、勉強できる、はい、で次の写真は、はい、今松代小学校新しくなったんですけども、うん、その前の新しくする前の時の松代小学校の、うん、多分朝の写真かなというふうに思います。清々しい雰囲気ですね。はい、それがですね、3年ほど前に改築をしていただいて、これは去年の写真なんですけども、うん、手前の方に見えるのが、これは文部学校、うん、あ、これが文部学校ですね。で、松代小学校は今こちらになりますが、新しい校舎を作っていただきました。はい、あの瓦の2階建ての木造の、はい、とても素敵な校舎です。いいですね。はい、これがそうですか。そうですね、児童玄関の方です。瓦で木造で2階建ての、いいですね、雰囲気がその文部学校とマッチさせた、いい、ね、雰囲気ですね、いいね、はい、はい、になっております。はい、はい、でこちらは東側の方のこの秋 の, その紅葉の頃の写真ですね。うんうん、はい、あの本当にこっち側が真田宝物館とか真田店があるんですけ ど、雰囲気が非常に本当にマッチしたいい感じの校舎を作っていただきました。はいはい、これはですね、昨年度160周年、松代小学校を迎えまして記念式典やったんですけども、その時の写真です。真ん中に写ってるのが佐久間道山先生をですね、子供 と、親たちでこう爪楊枝でこう決めてですね、作ってこういうアートを作って、これ今除幕式っていうか完成したところを見てもらってるところです。すごいですね。たことも、はい、昨年度はやったようですね。はい、はい、ということで、それ児童数はどれぐらいいらっしゃるんですか。はい、302名おります。たくさんいらっしゃる。やっぱり松代の中で一番ですかね。そうですね、6つ小学校あるんですけども、うん、児童数は一番多いのが松代小学校になってますね。なるほどね。はい、はい、それでその小学校の特色なんですけども、はい、まあいろいろあるみたいじゃないですか。そうですね、いろいろありますが、はい、じゃあいくつかちょっとご紹介していただきたいと思いますけれども、はい、じゃあ写真の方よろしいですか。まずクラブ活動なんですけれども、うん、あの小学校のクラブ活動って例えばバスケットボールクラブとか調理クラブとかってあるんですが、うちの、 あの松代小学校はですね、あのエコード松代の方が来ていただいて、うん、本当に専門的なことを教えていただいて、うん、クラブ活動っていうのをやってます。なるほど。は、写真はあの八ツ橋流 の、 あの琴なんですけれども、うん、教えていただいて、これはあのクラブ発表会の時にそれを披露していると。私ね、以前どっかで、ね、お聞きしたことあります。はい、上手ですよ、すごく。あ、そうですか。あの演奏会もね、あの文化法聞いたことありますよ。あ、そうですか。大人顔負け上手でした。ありがとう。はい、あのご指導もいいんだと思います。頑張ってるんだと思います。わかりました。はい、はい、クラブ活動ですね。はい、で次は挨拶なんですけれども、うんうん、伝統的に立ち止まり挨拶というのをやっております。うん、なるほど。なん歩きながらスーッと行くんではなくて、止まって、止まっておはようございますさよならっていうのことを伝統的に力を入れてやっております。で写真の方はですね、うん、今年はライオンズクラブさんもその挨拶ルートに加わっていただいて、うん、月に1回
来ていただいてやっている時の様子です。子どもたちが登校してくるところを挨拶をしていただいて、やっぱり大人もね、子どもたちからその立ち止まってね敬礼されるとね、こちらも緊張してますね気持ちはいいですよね。なるほど、ね、いいですよ、さらにちょっと盛り上げていきたいなというふうに思っています、はい、よろしくお願いします。次、掃除なんですけども、はい、膝つき清掃というのがやっぱり伝統的にあります、うん、これははい、昨年度文部学校を掃除している時の写真なんですけども、うん、普段の松尾小学校の掃除もこのように、うん、雑巾掛けするときにタタタタタっていくんじゃなくて、膝をついた状態でこうしっかり、そうするとしっかりできますね。そうですね、力を込めて足でタタタタっていくんじゃなくて、ね、膝をつくとね、はい、っていう伝統でやっております。はい、はい、はい、それでこれが次ですね、地域に出ての活動なんですけれども、うん、私大河ドラマの真田丸もありまして、はい、観光客の方もたくさん見えました。で、写真はですね、うん、3年生がですね、ちょっとお分かりなのか分かんないですけど、これ着てるんですけどもね、手作りの甲冑を来ています。専門の方に教えていただいて、うん、ね、参観日とか親と一緒になってこう作って、うん、それを着てですね、これ真っ白城のところなんですけれども、うん、観光の方にこうおもてなしをしているということです。どの学年でもいろんな活動をしています、はいはい、これは3年生なんです、ね、ということで、高尾さん、今日のメインの ね、はい、そうですね、絵画なんですけども、はい、これですかね。そうですね、はいはい、これをちょっとじゃまずこっち見ていただいてもいいですか。あ、それあ、そっかそっか、そっち見てね、はい、すいません、八十二銀行さんのご厚意でですね、うん、6年生毎年真っ白城の写生をするんですけども、飾っていただきました、うん、これその写真であります。あ、なんか通常は校舎に飾ってるんですね、はい、今年から。そうですね、あったんですけども、うん、ちょっと八十二銀行さんの方で声かけていただいて飾りましょうかって言ってくださったので、素晴らしい、これがそれが飾っていただいた写真、絵ですね、はい、6点飾らせていただきました。じゃあ紹介をさせていただいてよろしいでしょうかね。はい、お願いします。まず1点目ですけど、これ大泉翔吾さんの作品です。はい、タイトルが水面に映る太鼓門ということです。うん、工夫したことなんですけど、こんな風に彼は言っております。うん、石垣が水面に映るところを正確に再現できるようにしました。これ映ってるんですね。はい、その上に架かる橋を立体的に迫力があるようにしました。観察して描いてます ね、 そうですね、よく細かくやってると思います ね、 ね、 ね。で、感想なんですが、自分の作品を八十二銀行さんに飾っていただいて、うん、地域の方々に見てもらうということを聞いてとても嬉しかったです。なるほど、真っ白城への関心がこれで高まった気がします。はい、いいですね、素晴らしいですね。はい、じゃあ2人目ですね、はい、ですね、お願いします。はい、今度は与田結菜さんの作品です。うん、タイトルは真っ白城の北開かずの門です。うん、工夫したことなんですけども、色を塗るときに全て同じ色で塗るのではなく、光の当たっている方を少し明るい茶色にして、うん、当たってないところを暗い茶色で塗り、絵ができるように描いたと。なるほど、いや、皆さん観察、よく観察して描いてますね。そうですね、素晴らしいですね。はい、ですね。で、感想なんですが、私の絵が八十二銀行に飾られて、うん、地域の方々に見てもらえとても嬉しかったです。うんうん、文化財である松代城をこれからもたくさんの人に見てもらいたいです。感想、いい感想、はい、ね、書いてます ね、 そうですね。はい、はい、じゃあ3人目なんですが、林さやかさんの作品になります。はい、タイトルが松代を代表する松代城の太鼓門というタイトルです。うん、彼女が工夫したことはですね、入り口がとても大きいので、うん、そこを大きく書いた。で、立っている柱は上から下にかけて色が変わっているので気をつけて描きました。うん、で、陰で黒くなっているところを表すのが大変でしたというふうに頑張って描きました。うん、はい、感想ですが、飾られるとは思っていなかったのでとても嬉しいです。うん、松代城は歴史があるので、もっとたくさんの人に来てもらいたいです。高橋さん、これは女の子でしたっけ。女の子です。女の子 さんです。いや、よくね、私もこう公表とかね、はい、お聞きされた時に、女の子でね、この画面、なんだ、画面じゃねえ、なんだ、この絵をね、大きくね、壁一面に、はい、いいですよね、このいっぱいにね、こう描くっていうのはね、この心が広く、すごくバイタリティがあるっていうような、はい、お聞きしますけどね。その通りだと思います。素晴らしいですね。はい、なんか表紙、なんか、ね、公表しちゃったけど迫力ありますね。迫力ありますよね。はい、やっぱりね、こう活力感じますね。はい、うーん、いいですね。はい、はい、いや、かけていると思います。じゃあ4人目ですが、はい、これは松下愛理さんの作品です。うん、タイトルが堂々とした松代城入り口の門です。うん、工夫したことです。私は松代城の絵を本物の松代城に見えるように立体的に見えるように描いたり、日の当たっているところ、当たっていないところで色の濃さを変えたりして描きました。うん、こういう細かいところまでしっかりと描けたと思います。いや、繊細かつ大胆という感じですかね。はいはい、
マイクが邪魔だそうで、ね、はい、はいました、はい、で彼女の感想なんですが、うん、私の描いた松戸城の絵をいろいろな方、地域の方に見ていただけて嬉しいです。また私の描いた絵を見て松戸城に行きたいなと思ってくれたら嬉しいです。やっぱり、ね、この筆使いが、ね、繊細な、やっぱりこれ女の子ですか。女の子ですね。やはりさっきとねちょっと違って、こちらの方は繊細な、ね、タッチで、ね、迫力の、ね、ある絵と、また違う魅力がありますね。そうですね、丁寧にね、うん、やり丁寧にね、ね、はい、そうです、素晴らしいですね、はい、皆さん。じゃあ5人目の子いきたいと思います、はい、坂田リリカさん、これも女の子の作品です、うん、タイトルは難しかった太鼓門というタイトルです、うん、工夫したことですが、うん、海津城の古い歴史を伝えたいなと思い、実物をよく観察して薄い色を何回か塗り重ねたり、うん、自分でいろんな種類の色を作ったりしました。なるほど、はい、感想です、はい、あまりうまく描けた自信がなかったので、八重に銀行さんに飾っていただけると聞いたときは、うん、とても驚きました。海津城の古い歴史を伝えたいなと思って描いたので、下手ないですが地域の方々に見ていただけて嬉しかったです。いや、そういう気持ち、こう見る方に伝わってきますね。いや、素晴らしいです ね、 ですね、色も本当工夫されてますよ ね、 ね、工夫されてね、やっぱ伝わってきますね、いや素晴らしいですね、はい、じゃあ最後の作品は、これは縦長になります、はい、縦長でね、はい、はい、お願いします。はい、これは田口歩美さんの作品です、はい、タイトルは松代城の太鼓門です、工夫したことです、うん、毎日のように見ている海津城ですが、今回絵を描いてみると細かいところまでしっかり見ることができて、すごいな、立派だなと思いました、うん、絵でもその立派さ、堂々としているところを伝えられるように描きました。なるほど、はい、立派さとか堂々ですね、はい、感想は、自分の描いた絵を地域の方々に見ていただけるのは嬉しかったです。この絵を見たいことで海津城へ行ってみようかなと思ってもらえるといいです。なるほど、はい、やっぱりこの方も堂々と描いてますね、いっぱいにね。そうです ね、 ね、紙いっぱいに描いてね、そうですね、こう切ってね、無理と描いて ね、 ね、こう迫力ありますね、やっぱり ね、 やってますね、こう素晴らしいですね、はい、皆さん、いや素晴らしいです、はい、わ、はい、かりました。ですね、今はあの八重銀行さんに飾られている絵を見ていただいたんですが、この寺町商家さんもご好意いただいて、うん、今6年生61名いるんですけど、すべ、うん、ての絵をまた飾っていただいています。なるほど、ありがたいなと思います。今ですか、あの寺町商家に伺うと皆さんの絵が飾ってると、うん、そうです、まだ見れると思いますので、ぜひまた行って見ていただければと思います。素晴らしい絵が多いんでしょうね。そうですね、わ、はい、かりました。ぜひ見ていただけるとありがたいです。はい、どうぞおいてください。はい、ということで高山さん、はい、なんか他にもたくさん素晴らしいことがあるみたいなんじゃないですか。はい、そうですね、6年生なんですけども、いいでしょうか。これですか。これはね、新聞なんですけども、これ本当すごく大きいんですね。うん、これ写真だからこれだけのサイズなんですけど。あ、なんかじゃあ戻しぐらいの大きい。これ描いたものをさらにちょっとまた大きくしたんですけども、6年生、あの松代丸ごと体験学習ということで、うん、いろいろな真田邸に行ったりとか、文化校行ったりとか、はい、それで学習をしてきました。はい、それを、松代紹介新聞作るということで、うん、4人とか数人の班を作りまして、うん、ここにことについてこうまとめたいということで新聞の活動をしました。テーマを決めて書いてある。そうです。ここのことを紹介したいとか、うん、なるほど、ここが大事だなっていうところを絞って書いています。なるほど、じゃあその 3,4 人とかにグループに分かれて、はい、テーマを決めてみんな作る。そうですね、で、あの今ここにあるのは、3つほどの新聞なんですけど、うん、もっとだからたくさん60名いますので、うん、いろんなテーマで作られていますね。はい、テーマにしてはいろいろあるんですか。どんなテーマがあるんですか。いっぱいですから、あれですよね、うん、だから本当に松代町は本当に文化財とかいろんなところがいっぱいあるので、うんうん、それぞれがここに注目した。なるほど、基本的には文化財とかが中心になってますか。そうですね、やっぱり歴史にあるものが、うん、歴史とか、あと、こう見どころというか特色というか、うんうん、そういうようなものを、この今おもてなしがあったここに書いてありますけども、うん、どんなものが名物というかね、 ありますよっていうこととか、あと取材したことも実際 ありますね。あ、取材にもいらっしゃるんですか。はい、行ってますね。なるほど、はい、はい、いい、あの勉強してますね、はい、学習ね、はい、でちょっとこっちは、はい、その6年生がまあ中心になって、4、5年生で活動、6、4、4年生の、うん、希望者で活動しているこれ合唱部なんですけれども、今年あの合唱部非常に成果が、いろんなコンクール出てきました。で NHK の合唱コンクールでは北進の大会で、金賞を取りまして、県大会に出場することができました。また別の SBC の子ども音楽コンクールでもですね、県の優秀校になりまして、松代賞としては20年ぶりなんですが、全国大会に11月に参加することができました。じゃあこれから出場、あ、もう11月に参加、あ、11月にしてきました。去年の、はい、披露させて、あの東京の方まで行って歌ってまいりました。
いい成績を収めたんです、はい、そうですね、あの6年生が先ほど中心になって5年生4年生でやっています。なるほどね、はい、あそうですか、はい、で、はい、2月にはこれは音楽会なんですけども、うん、はい、2月にはあの松代の文化ホールで1年間のまとめの発表もさせていただきます。これは写真文化ホールですね、ですこれはね、はい、この時にもじゃあ皆さん出て出場して、そうですね、もうたくさん曲を歌っていろいろと披露させていただきましたね、うん、あ、はい、今の入りはビリーブなんかだったんですかね。そんなことね、はい、いろいろ歌ってましたね、いいです、あの、はい、スマップの歌だったりとかもね、あ、世界の一つだけど、あ、なるほど、いい歌ですね、あなたもね、はい、はい、はい、いや高橋さんね、ちょっと進行がまずくてもう時間になってしまったんですけども、最後に一言何かありますか。はい、そうですね、今見ていただいた通りで、うん、非常にあの地域の方々に支えていただいてますので、うん、今後ともご支援いただいて子どもたちを育てていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。今日は特別、はい、のね、出演、はい、特別出演があったので、はい、はい、皆さんご紹介お願いします。はい、今日お二人ね、うん、はい、新しく松代テレビ局、うん、入局いたしました。おいいね、入局しまってだって気持ちいいね。じゃあ一言ね、うんうん、はい、お名前言っていただいて。はい、朝日と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、平田由衣と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで。はい、お知らせを、はい、お知らせね、はい、先週もね、一応こういう松代でひな祭りという形でご紹介しました、はい、で今回はですね、こういうふうにこの町の中の、展示しているところにね、こういったもののパンフレットっていうのを置きました。でこれでもってね、各お店約90軒以上あるんですけど、回っていただいてあのハンコを押していただくという形ですね。でハンコを押していただいてこちらにあります、はい、この箱ですね、投票箱、町歩きセンターとあと樋口家住宅、この2カ所に置いてありますので、そこへ投票していただく、お名前と住所、それと判子したやつを入れていただくという形に、はい、そうすると4月になって閉めてからお送りするという形になりますね。車とか、うん、車はちょっとミニカーになっちゃうね、うん、でね、今回はね、こういうね、あの、ちょっと今回はあのこういうね、皆さんね、松代でもね、皆さんね、こうやってご協力いただいた、ね、はい、こういったご協力をしていただいたお店に全部飾ってあるという形になりますので、はい、よろしくお願いします、ね、はい、じゃあ続いて、はい、平瀬さんお願いします、はいはい、それからですね、松代で教えと吊るし雛の作品展を山寺定山亭で行っておりますので、ぜひお越しください。はい、よろしくお願いします、はい、で皆さん、はい、じゃあ来週の予告ですね、はい、予告、予告ね、はい、あ、また来週、私じゃないです、同じですね、はい、はい、田さんの方がよくご存知だそうで、はい、どうぞ、うん、大島さんね、はい、どうぞ、松代地区の地域協力隊、はい、ね、この方に来ていただいて、はい、まあ、八坂さんがいろいろお話を聞くっていう形ですね、はい、でこれ見るとってのちょっと読んで、米作りを通して知る豊坂の魅力って書いてありますね。そう、豊坂の魅力ね、はい、ものすごくあるんですよ、あるんですよ、うん、でその話をね、ぜひね、八坂さん聞いていただければありがたいなというふうに思いますね、はい、はい、じゃあそういうことで、はい、他には何かあるんですか、ん、他には何かあるんですか、他にはね、何もないんじゃないですか、ないんですか、うん、まだいや、なので、うん、地域協力隊でね、いろいろね、活動してるんですよ、うん、そんな話もね、いろいろお聞きしたいと、うん、ああ、そう、そうなんですよ、今ね、今東京行ってるって言いました、ね、そう、ね、3日後にね、お帰りでね、うん、そうだね、お帰りになったら早々に出ていただくということなんですよ、いや、新しいお話をね、そう、そういうことで、新しいお話をね、お聞きできるかとね、はい、楽しみにして、楽しみさ、ということで、はい、はい、それでは来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。はい、ありがとうございました。あ、よく後ろはあなたの街、それそれしゃべくり松代、また見てね。これこそいい。